はい、山野でございます。えー、っと、なのでね、僕も本当の、えー、ダメですな。ダメです。えー、もう、胃の中の変ずというかね、自分がこう、偉そうにね、こうやって発信活動をね、調子こいてやってますけども、えー、やっぱり、その、施術とかね、考え方も含めてですけれども、胃の中の変ずというかね、他を知らないと、やっぱりいけないなって。僕みたいにメンズでスそんなにね、 あの、<laughs> いかないタイプというか、えー、はね、あの、本当なんつうのかな、あの、効率化していくというか、その、時代遅れになっていくっていうのがありますからね、これはもう,もう今までも経験してきたし、あの、気づいたら一生懸命やってたけど時代遅れのことしてたっていうパターンが、あの、出てきますので、 でもう好き嫌いでね、あのー、これは、ね、施術に関しても、これはちょっと風俗っぽいから、えー、やらないでおこうとかね。えー、あんまりいまいちだな、品がないからいまいちだとかで、やらなかったりするような施術、何、主義とかもあるんですよね。それも、だから、時代の流れがね、 えー、そういうものだったり、えー、社会的なニーズがそういうものを求めているのであれば、あの、ある程度それは組んで、その時代の流れだったりニーズは組んで、えー、商売しないと、やっぱりダメですよね。だから、えー、こういう話聞いたことあると思うんですけれども、あの、 えー、まあちょっと古い話ですけどねレコードっていうのが、ま、昔あったんですよレコード音楽聴くのは、えー、今みたいにデータじゃないし CD でもないし、M、MD でもないし CD でもないしレコードだったんですよでレコードの針を作ってる一流の会社がねもう各家庭にレコードプレーヤーがあったわけですからで針を作ってたとで CD が出始めた時に、えー、カセットかな その間に、そういう新しい音,音楽を聴くう、主流が出始めたときに、えー、でも、えー、CD よりもレコードの方が音がいいと、えー、いうことで、うちはレコードの針をつ作り続けるんだっていう強い信念を持ってね、えー、一生懸命あの自分の仕事をやっていたけども、あのその時代の流れんでなかったために、どれだけ一生懸命やっていたとしても、 え、潰れていってしまったっていうような。え、ちょっと聞いた話でね、20年前までの話だから、あれなんですけれども、間違ってたらごめんなさい。え、そういうような話もでも聞いたことあると思うんですよね。どんだけ一生懸命やって、どんだ、どれだけ高品質なものを、あの、ま、作っていたりとか、サービスを提供してたりと、してたとしても、それが時代のニーズに合ってなければ、衰退していくよって。え、なので僕も本当意識しなきゃいけないところで、昨日ね、あの、その潜入に入らせていただいて、 あの、本当に思いましたね。やっぱ時点のその施術内容を見直さないといけないな、ということでね。あの、本当に恥ずかしいというかね。うん、ええー、またはその、うん、緊張感、うん、やばいやばいって感じうん、でございます。うーん、で、えー、もう何の話あ、そうですよね。だから、本当にね、あの、 な結構頑固でねあの人付き合いは結構柔軟なんですよ、うん、あの本当うまいうまく柔軟に、えー、例えば、えー、あるセラピストさんがねちょっとイマイチな感じだったとしてもちょっと様子を見ていたりだとか、えー、こうやった方がいいと思っていても相手の意見を聞いてみたりとかね え、柔軟に対応することできるんですけど、頑固なとこは頑固なんですよね。だからこうじゃなきゃダメだみたいなのがあるので、あー、寝間かってきました。ちょっと待って,てくださいね。はい、すいません。そう、頑固 AB 型でね、え、もう、頑固で、 えー、こだ、変なとここだわったりとか、こだわりのないところは全くこだわらないみたいなね、もう付き合いにくい、えーえー、人間でございます。えー、申し訳ございません。えー、なのでね、柔軟にやっぱり色々、えー、やっぱ時代の流れ、メンズエステの業界の流れ、えー、もう、しっかり考えていかなきゃいけないなと勉強になった次第でございます。 えー、ちょっと勃起についてね、お話ししときますと、僕、こうやって、何、まあ、エッチっぽい、あの、単語を使ってますけど、そんなエロく聞こえないでしょうん、エロい意味で決して言ってないし、あの、えエロじゃないしね。 別に、あの、この業界イコールエロなんでしょうかっていう音声も出したことありますけれども、エロじゃないし、えー、または僕がこういうこともエロく聞こえないっていうのは、なかなか、あのー、それはもう僕の能力だと思うんですが、全くエロく聞こえないので、エロい風ふうに取らないでほしいんですが、あのー、昨日ね、あのー、とあるメンズエステ店に、あのー、ちょっと店長さんから依頼されて行って確認、 あの、施術の確認なんかをしてきたんですけれども、えー、不確にも勃起をしてしまったんですね。で、えー、前回の音声にもあげましたけども、僕はほとんど、税絶生の施術で勃起するってことがあんまりなくてですね、あの、 えー、研修とかでもう受けすぎてますので、あの、ほんもう全然不、不干渉というかねあー、いう感じでございます。えー、ただ、やっぱりそのセラピストさんの能力なのか、えー、それとも雰囲気なのかね、リラックスできて、えー、自然とそうやって、生理現象ですからね、エッチな意味じゃないですから、えー、生理現象でそういうふうに、えー、久々になったというか、えー、いう感じでございます。で、勃起についてはね、これはいいことですからね、えー 男性があのいくつになっても、えー、勃起をするっていうことっていうのはあのすごくあの健康において男性の健康において必要なことで、えー、特にメンタル的なあホルモン的にはねあの何度もお話ししてますけれどもあの勃起している時間が長ければ長いほど、えー テストステロンが分泌されて、より健康で若々しく、精神的にも肉体的にも健康でいれるっていうのはもちろんあるんですけれども、自分は勃起をするんだっていう、あの、感じ感覚若い頃の、まだまだいけるんだなっていう、なんか自分の中の、なんていうのかな、そういう安心感っていうのがね、あるんですよ。なのでね、精神的な面で、 えー、すごくあのいいことなんですよね勃起をするっていうことは。でメンズエステでリラックスしてあ <laughs> あのエッチな意味でとかそういうことをしようとしていなくてもね自然とそういう生理現象であの大きくなったりとかするっていうのはあることで。 実際、あの、あることなんです。でも、エッチな意味じゃないからね。うん、で、あることで、なおかつ、それが、いい現象。男性にとって、えー、まあ、大人の男性ね。四五十代、三四十代の男性にとって、すごく、えー、いいことなんですね。えー、なのでね、昨日、まあ、僕もそういう感じで、久々に、あんな感じの、あのー、まあ、勃起状態になりまして、エッチな意味じゃないからね。エッチな意味で言ってるわけじゃないんです。うん、 あのー、やっぱりね、あのー、なんか、 なんていうのかな、言葉では表せな、にくいんだけど、表せられないんですけども、なんか、心が、勇気が出てくるというかあ、あ、俺もこんな風になるんだな、みたいな。それってね、すごく、あの、前向きになれるし、えー、やっぱメンタルにいい効果なんですよね。えー、ですので、メンズエステでそういう、まあ、現象、生理現象が起きたりすることはありますけれども、それはいいことだと思っていただいて 結構ですししここれからやるセラピストさんもそういうういいとがあるっててのは認識していただ、いて結構ですただそれイコールエロとか、えー、その先に抜きがある風俗店のような行為があるとか、そういうことではないので、そういうことでは全くございませんので、その辺はしっかり、えー、認識していただければと、えー、思います。で、やっぱりね、あのー、今日もやっぱ、あのー、そのままじゃないですか、えー。昨日行かしてもらったわけでもなく、そのままなわけじゃないですか。ムムムムララララするしねでムラムラするって っていうのもやっぱりいいいことみたいですよやっぱ男性が仕事頑張れるとかね、えー、あ言ったことありますかね、成功哲学の本とか読んでたら、あの、今は読んでないですよ、若い頃読み漁ってたんです、あの、成功したかった時,時,時期ね。やっぱりその清少度、やっぱりそういうパワーがある人の方が成功するっていうのも、あの、実際、あの、 書いてありまますし、えー、まともなそのの成功哲学の本にね、うん、そういう面でも、やっぱ仕事が,がを頑張れるとか、そういう効果もあるので、本当にメンズエステ店って、いろんな分野で、いろんな意味で、えー、ニーズあ、あの価値がある、えー、男性の健康に価値があるんだなっていうことを、まあ、えー、体を持って、身を持って、あのー、 まあ、勉強させていただいたというか、えー、いう感じもしました。なのでま、ね、まあ、今回ね、あの、え0 0人入らせていただいてね、やっぱ自分の店の見直しをセンとな、しっかり時代の流れを組まなきゃいかんなっていうの部分とね、えー、やっぱり勃起をすることで、えー、やっぱり、あの、 まあ僕も一応男性ですからね、お丘ぶってますけど、男性として、えー、しっかり、あの、男性、ん、えー、なんていうのかな、心も強く荒れるしね、えー、仕事も頑張ろうと思える、まあもともと頑張ってますけれども、思えるような、えー、まあ要因の一つになるんじゃないかなっていうのも再認識できまして、本当に勉強になった一日でございました。